皆さんこんにちは、川田です。今回はですね、とある検証をしたくてこの実写動画を収録しております。皆さんこちらの漫画をご存知でしょうか？ちょっと光って見づらいかな。マヤさんの夜更かしでおなじみの穂谷真先生の最新作、高校演劇を舞台にした幕結びという作品なんですけども、こちらの2巻が先日発売されました。そしてこの2巻、なんといい匂いがするというもっぱらの噂でして、そちらを今日は検証したいと思います。マヤさんもそうなんですけども、俺電子版派なんで、すでにKindle で 1,2 巻購入してたんですけども、わざわざ検証のために、紙版も買っちゃいました。それではね、これ、そう、紙版まだ読んでないんでね、まだビニールついたままなんですよ。今日ね、本屋で買って、カバーお付けしますか？いえ、大丈夫です。カバーのこのビニールはお取りしますか？って言われて、いえ、大丈夫ですと。俺がめくりたかった。さて、こちらなんですね。あれ、シュッて取るやつ、ないか。なんかチラシ的なのは入ってんだね。そう、全然紙で漫画を買わなくなっちゃったんですよ。もう数年間。ずっとね、電子版だったんで、こういうね、紙の本を買うのすごい久しぶりです。じゃあ、まずね、一巻から、実食？実食？食べないかな。ちょっと、嗅いでいきたいと思います。そうですね、どこのページにしようかな。じゃあ、ジャスコ先輩がなんかすごく、似合って顔してるシーン、カゴ。多いんだよな、でもそれ。あ、ここにしよう。なんかあれですね、偽物の野原ひろしの顔みたいになっちゃいますね。まあ、嗅いだ感想としては、なんていうんですかね、優しいおじいちゃんというか、イメージ的にはね。うん。なんか、フレッシュってよりかは、熟年の香りがするんですよ。じゃあ、続いて、噂の2巻。2巻。嗅いでいこうと思います。どこにしようかな。じゃあ、やっぱり、グッときた、ね、ラストシーンですかね。ちょうど2巻の最後でもある、届いたのシーン。じゃあ、嗅いでいきたいと思います。ちょっと、他のとこ嗅ぎます。なんだこれを、草原のような、若いページは、若干、無臭というわけじゃないんですけども、薄めなんですけども、やっぱ後半の話の密度が濃くなっていくシーンにつれて、なんで？若干濃い。本当に？なんか、美味しい。なんか、嗅いでたら、だんだん美味しいって感じになってきた。もしかしたら、幕結び2巻はスイーツなのかもしれない。でもね、この2冊だけを嗅いで結論を出すのは早いと思ったんで、他の本も嗅いでみてちょっと考えてみたいと思います。で、匂いといえば、一般のコミックスよりも同人誌っていい匂いするじゃないですか。いろんな印刷会社によって変わって、中には同人誌の匂いを嗅いで、あ、どこどこ印刷だねってわかるようなね、そういう、印刷会社ソムリエが中にはいるそうですけども。さて、とりあえず見繕ってきました。まずはですね、嗅いでみたいと思います。こちらですね、守って守護月天のエロ同人誌ですね。こちら、いつですかね。これ、いつのやつなんだろう。発行日、1998年。98年じゃ、ちょっと嗅いでいきたいと思います。いやー、とりあえず、やっぱり、シャオとのシーンのあたりを嗅いでいこうと思います。なんだろう、なんかね、年数の経ったインクというかプリンター、使わなくなって久々に開けたプリンターのような香りで、直接すぐに嗅いじゃいけない、なんかしっかり嗅いじゃいけないような感じでした。まあでもね、これはね、年数が経ってるからっていうね、それはもちろんね、酸化したりなんか風化したりとかでね、色味風味変わってくると思いますんで、もう少し年代がね、現代に近い方がいいのかなと思って見つろってきました。アズマンガ漂流教室。こちらですね、発行がなんと、2002年です。さて、それじゃあね、嗅いでいこうと思いますけども、やっぱり読みはエロいよな。榊さんのね、ちょめちょめされてるシーンあたりを。
なんか久しぶりに開けたプリンターがこのくだりはもういいですね。あまりどちらも良くなかったので最近の同人誌見つころときました。こちらですね、島本和彦先生が、去年の冬コミですかね、出しましたライブアライブ近未来編。あの先生はですね、近未来編のキャラクターデザイン、その方が公式の同人誌と言っても過言ではないのか、こちらを持ってきました。よっしゃー、バルベノンキックのあたりを書いておきます。これはマダンゴの匂いしますね。マダンゴは松か、食ったのは。じゃあちょっと松がまだ元気な頃の、もうたい焼きの香りですね、これは。やっぱ同人誌って独特の香りしますよね。そうだろう、松。じゃあ、実写のものが載ってる、ね、本とかはどうかなと思ってね、少し毛色を変えてみます。持ってきました。コスプレイモード。これがですね、2ヶ月に一度かな、発行されておりまして、でね、余談なんですけども、この、中に載ってるコスビオリっていう漫画はですね、友達のさくらさんっていう方が書いてるんで、よかったらみんな読んでね。まあ、こういうふうにね、レイヤーさんの写真たくさん載ってるんですけども、誰々のところで書こうって言うとね、特定されかねないので、ちょっと、キャラ名を言わずに書きたいと思います。ああ、やっぱ、光沢があるから、こういう写真系のページは。なんか、ルルブみたいな香りしますね。まあ、ルルブ嗅いだことある人がどんぐらいいるのかわかりませんけども。じゃあ、まあ、改めて嗅ぐ前に、電子版の幕結び2巻はいい匂いがするのかどうか、ちょっと嗅いでみたいと思います。なんていうかね、まあ液晶にたくさんついたこの目には見えないいろんな菌類の、そうですね、結論から言いますと、まあ今日実食した中ではやはり幕結び2巻が一番美味しいなと思いました。ということで、この世界にまた新しいトリビアが生まれましたね。幕結び2巻はいい匂いがする、美味しい。皆さんもぜひ購入して嗅いでみてくださいね。さあ、果たして3巻は一体どんな香りがするのか、今から楽しみでなりません。余談ですけども、とてもなんかマーケティング的な匂いのする動画でしたけども、一切もらってません。全部実費で買ってますし、勝手に紹介してますし、なんなら中身の紹介もしてないのに、どこがプロモーションでしょうかと。その宣伝の動画で他の漫画を宣伝するなんてまずないからね。というわけで、島本和彦先生の同人誌超級近未来編、ライブアライブ近未来編の同人誌。こちらもしかしたらね、まだ通販やってるかもしれませんので、皆さんよかったらぜひ読んでください。